宇宙歴00813-11月、強襲揚陸艦アルビオンは月のフォン・ブラウンに入港した。そこでその前の戦いで GP-01 を大破させてしまったコー・ウラクは失踪してしまった。迎えに赴いたニナ・パープルトンは回収機 GP-01 を呼びフルバーニアンのトライアルの死を伝える。ジャンク屋のモビルアーマーを修理することで心の区切りをつけたコーは帰ってきた。しかしデラーズフリートのモビルアーマーがフォン・ブラウンに出演しガンダムとの一騎打ちを申し出てくる。それはコーが失踪中に世話になったジャンク屋ケリー・レズナーの乗るものである。出ます。来たか、ガンダム。ケリーさん、どうしてこんなことを。ウラキか、君がガンダム。そうか、しかし遅かれ早かれ。やめてください、ケリーさん。長いぞ、ウラキ。戦いに状況など選べやしない。もちろん。何かと。やるしかないんだ。そんなものか。もちろん。この一撃で。そんなものか。もちろん。さあ、決めたほう。もちろん。どうした。やるしかないんだ。命をかけてまでの目的は、価値は何なんです、ケリーさん。すでにデラーズ艦から揉められたはずだ。我が兵士は逃走本能こそは。宇宙歴00813-11月5日、強襲揚陸艦アルビオンは月のフォン・ブラウンを後にしてソロモン海へ進路を取っている。艦載オイルスーツがフルバーニアンを残し偵察任務で出撃中という状況の中、ソロモン海域に程なく近づいた運河の沖合にて敵艦と遭遇してしまうアルビオン。コーはフルバーニアンを借り短期に出撃しなくてはならなくなる。右だ、ガンダムフルバーニアン出撃する。敵は何、真上。ビームサーベルだけでやれるか。やってみせる。どこのこと来たか。なんて火力だ、シールドが。
こちらアルビオン、ダメージを受けています。アルビオンの被害拡大、何とかしてください。シールドがやられた。で当たってたまるか。あ、重たない。コアファイターデッキよりビームライフルを射出します。例の試作型ライフルを。ゴー、しっかり。チャンスを一度きりよ。分かっている。受け取りも射撃も一度きりだ。こちらアルビオン、ダメージを受けています。アルビオンの被害拡大、何とかしてください。チャンスは一度。スズメバチのように一撃を急所に。一気でも。敵艦は火だるまだ。敵艦増殖、スピードを上げた。神風だ。これは回避できん。大西将、聞こえてるか。はい、聞こえます。俺たちにチャンスをくれましたね。刺激で心臓を射抜くんだ。今だ。全員アルビオンは健在だ。宇宙歴00833、11月8日、ソロモン海域へ向かうアルビオンは、連邦軍最新鋭艦バーミンガムにデラーズフリートの艦が接近するのを探知した。バーミンガムを救出するためモビルスーツ隊を出撃させたアルビオンであったが、フルバーニャン出ます。レブル上、欲しいのは高かった。みんな逃がしてくれるらしい。さすがバーミンガムだ。逃げながら一石のしている。二次方向、二隻逃げる。釣れもしない、あの船は。落ち着け。大使のバーミンガムの援護だ。落ちろ。状況を利用しろ、ウラキ。はい。ないとね。味合わせてあげるよ。悪名高きシーマ海兵隊の力、解くとね。援護できるぜ。いつでも来い。援護了解。ガー
のデータを探る。奴らの目的がつかめるかもしれんからな。任せるぞ。助けてくれ。ほらほら、なんて枯れ木だ。シルドが、けどこいつは、これでひょっとして敵の戦力が分かるか。三機相手にやられっぱなしか。動かない奴も出てくる。まさかデータを、やられっぱなしか。ほらほら、あなた、どうせ難儀を背負い込むのだとか。よし、逃げる。大尉、お怪我は？ああ、大丈夫だ。少し弾を食らったが、何？アルビオンは近い。これはすごい。敵の配置が一目瞭然だ。ウラキ、ガトーが動くぞ。ガトーが？あ、タイ！タイ！諦めないで！宇宙歴00831月10日、コンペイ島において地球連邦軍の観艦式が行われようとする中、ジュン軍の残党モビルスーツがグラーズフリートへ合流するため次々とソロモン海域に出現していた。奪われたガンダム試作2号機を捜索するアルビオン隊もまた同中域にて駆逐任務についていた。出ます。この戦いはいつまで続くんだ。俺がガトを仕留めるまでか。でぇー、当たってたまるか。もちろん、このフィールドの力、本音はどこだ。待ってくれ、単独じゃ危険だ。来るなよ。落ちろ。でぇー、このままにゃ。あー、沈め。落ちろ。どうだ。決着をつけるまでお前を追い続ける。
すべて援軍に根ざしている。当然のことだ。いつまで平手打ちを。しかし援軍のみで戦いを支えるのは私を倒さない。私は義によって立っているからだ。殴るまでやって戦う男には分かるまい。沈め。所詮貴様とは価値観が違うようだな。まだだ。うわ、調査脱出を早く。こう急いで。くそ、コアファイターはダメだ。確か裏木とか言ったな。何？二度と忘れん。ガド！カンカン式襲撃により GP シリーズに関わる事件は全て終わったかに見える。しかしデラーズフリートの星の屑作戦は徐々にその真の姿を見せ始める。それは地球へのコロニー落としであった。阻止限界点が迫る中、アルビオン隊には作戦中止の命令が下る。しかしコーはガンダム試作3号機を半ば強奪する形でコロニー落着を阻止すべく出撃する。ガトー！
ゃない。けど、やるしかないんだ。私を敵に回すには未熟。もちろん。私を敵に回すには未熟。そこ。遅い。むさむさやられるか。まだだ。私は誰にも止められん。こいつにこの使い。みんなこう弾かれた。少佐、ビーム主体のその機体では邪魔をするな。こんなことで。ガンダム、こちらアルビオン。追いついた。呼吸に帰還せよ。一度帰還せよ。もう少しで大戦を抜けるんだ。あと50秒。てゃー！あと30秒。停止したと言っています、どういう意味だ。戦闘中止、バカだ。素子限界点を超え地球へ引き寄せられる頃に、その頃島ガラフの艦隊がデュラーズフリートを離反。デュラーズの機関であるグアデンのブリッジを占拠し、地球連邦に投降しようと企てた。しかしデラーズは噴死し、それを直視したガトーの怒りの一撃の前に脱出を余儀なくされる島。刻々と状況が変わっていく中、未だコロニー落着を阻止せんとするガンダム試作3号機は立ちはだかる敵艦隊に突撃する。星のクズの最後の軌道修正のためコロニー内に来たアナベル・ガトー、それを察知するかのように
腐った連邦に属さねば貴様も苦しむことはなかったろう。待っていたのか、俺のために。私は誰にも止められん。私を敵に回すには未熟。撃て！何？うぅ！コロニーが落ちる。男たちの魂の輝きだ。